ドスのポーズコマンドは、プレスエニーキー o c コンティニューと表示して、ユーザーがキーを謳歌するのを待つ。エニーキーとは、コンピュータの操作において、ソフトウェアがユーザーに対して何らかの表示出力を行い、これを確認した後に不特定のキー入力を求める際に使われる表現である。通常は、プレスエニーキー o c コンティニューのように使用される。現在、 一般に流通しているコンピュータにおいて、標準で、エニーという刻印のあるキーは、キーボード上に存在しない。英語の、エニーは、疑問文や、否定文では、不定数を表すが、肯定文で、単数型を伴うと、エニーは、不定のものを表し、プレスエニーキーは、何らかのキーを押しなさいという意味である。コンピュータの画面上では、プレスエニーキーツーコンティニュー、ないし、 ヒットエニーキーなどと何らかのキー入力を求める表示に使われる表現である。エニーキーという表現は厳密には正確ではない。ほとんどのコンピュータシステムでは就職キー、ロックキー、変換キーなど単独で謳歌してもプログラムが実際の文字を生成しないキーがあり、プレスエニーキーに対してこれらのキーを謳歌しても何も起こらない。 DVD-R130 など一部のサムスン電子製 DVD プレイヤーのリモコンにはエニッキーというボタンがあり視聴中の DVD の状態を表示するために使用される初期のコンピュータでは通常出力装置としてテレタイプ端末が使用され出力結果は紙に印刷された状態で表示されたそのため一度に大量の結果を出力しても 後から見直すことができた。しかし、1970年代には、テレタイプ端末に代わって、ビデオ表示端末が使用されるようになり、出力結果はディスプレイに表示されるようになった。ディスプレイでは、大量の結果を一度に表示するとスクロールされて、最初の方の結果を見ることができない。そのため、一画面分のデータを表示して一時停止するようになった。ユーザーは、 結果を確認し、何らかのキーを謳歌すると次の1画面分のデータが表示された。また、フロッピーディスクの挿入やプリンターへの紙の補充など、ユーザーによる何らかの物理的アクションが必要な場合にも、同様の一時停止が必要だった。このようなプロンプトは、テキストベースのオペレーティングシステムでは、一般的だった。グラフィカルユーザーインターフェースでは、スクロールバーにより、 画面外にスクロールされたデータが表示できるようになり、データ表示のためのこのようなプロンプトは不要となった。ただし、後者のユーザーのアクションを求めるプロンプトについては、継続するには、OK をクリックと表示する、モーダルダイアログなどのグラフィカルな表現に姿を変えて、今も残っている。エニーキーこの画像は架空のものである。このようなキーは、ジョークグッズを除いて実在しない。 1982年のアップルコンピューターの開発者向けマニュアルには次のように書かれている。ユーザーにプレスエニーキーのように指示しないでください。アップル2シリーズのコンピューターでは次のキーは単独で読み取ることができません。リセット、シフト、コントロール。また、特に新規のユーザーは何かキーを押すように求められた時にパニックになることを我々はテストで発見しました。 それらの80%以上は逆にではどのキーを押すべきですかと聞き返しました。この応答について彼らに質問したところ彼らはプロンプトがどのキーを押しても問題ないことを暗示していたとしても一部のキーは危険である可能性があると確信しているということがわかりました。もちろん彼らの確信は実際に正しいものでした。 1988年にはエニーと刻印されたキーをキーボードから探したが見つからなかったと技術サポートに電話があったという報告がある。コンピュータメーカーのコンパックはエニーというキーが存在しないことを FAQ に追加し、一時はプレスエニーキーをプレスリターンキーに置き換えることを検討した。エニーキーという概念はコンピュータ関連ではよく登場するユーモアである。 ザ・シンプソンズの第7シーズンのエピソードキングサイズホーマーでギャグとして使われた。実際にエニーと刻印されたキーがジョークグッズとして売られていたり記念品として配られたりする。ありがとうございます。